皆さんこんばんは。海外メーカーとの交渉スペシャリスト、林和友と申します。本日ですね、海外の、イノベーティブな商品の方をですね、ご紹介してみたいと思います。もし本日の内容にご興味のある方は、ぜひ最後まで、ご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started!はい、それではですね、早速、本日の商品の方をご紹介していただきたいと思います。今日皆さんにご紹介するのはですね、キックスターターのディスコシリーズ by iCamper ということでございまして、モジュラーアウトドアクッキングシステムでございますね。約3000万ぐらい電話が出てまして、529人、13日残りという感じですけども、まあ、要はね、バーベキューグリルのような感じもするんですけども、いろんなね、使い方のできるクッキンググリルでございまして、ちょっとね、どういったものなのかっていうのをですね、商品紹介してみたいと思います。動画の方ね、一緒に見ていきたいと思います。まあ、こんな感じで、ね、トライポッドのような感じになります。でここにまあ設置をして、ストーブが持ってきます。でここにテーブルとかをね設置します。でここにまあ、ポータブルのプロパンガスをつけます。でここに鉄板を持ってきます。スキレットですね。まあ、ここにもうバターとかつけてもう料理をすることが可能です。ステーキとかも焼けますね。洗うのもね、簡単に洗います。でそういう鍋とかそういうのもね、全然直接かけることができます。でもっと長くすると今度はそこで自然の火で何か料理を作ったりってことも可能で、ガスを使わずにね、まあ、この高さも調節したりとかできます。まあ、本当にね、いろんなものがこうやってね作れたりする。これ、ね、かなりちっちゃくして火を焚いたりとかそういうこともできます。そういった感じでですね、単なるバーベキューグリルとかではなくてですね、まあ、ポータブルでいろんな使い方ができるグリルっぽいものになっておりまして、まあ、これね、確かに非常に面白い。で、しかもね、いいのがこのトライポッドみたいな感じ、かなりね、軽くコンパクトに持ち運びができるっていうことですね。こんなね、バッグとかでパッとこう運べるというのがですね、一つ面白いんじゃないかなと思います。まあ、プロパンガスとかもですね、コールマンとかね、そういった市場で売られているものを使えると思いますので、まあ、そのままね、使えるんじゃないのかなと思います。まあ、こういった今パンデミックの中ですね、こういうアウトドアで密を避けてですね、やるキャンプとかっても非常に人気ありまして、日本でもですね、こういったアウトドア関係の商品では非常に跳ねていると思いますので、こういったプロジェクトに関してもですね、ぜひアプローチの方をしてみればいいんじゃないかなというふうに思います。はい、本日はですね、この iCamper というですね、商品の方をですね、ご紹介させていました。本日の内容良かったと思っている方はぜひいいねの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もぜひこちらの方からよろしくお願いします。また Twitter の方もですね、ぜひこちらの方からフォローしていくと幸いです。また日々稼ぐノウハウについてメルマの方も配信してますので、ぜひこちらの方もご登録ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.